東ダイヤガラガラヘビは、鎖ヘビかガラガラヘビ族に分類されるヘビ。特定動物。アメリカ合衆国固有種全長0.8から1.8メートル、最大全長240センチメートルと、ガラガラヘビ族及び北アメリカ大陸に分布する、鎖ヘビかでは最大種で、さらに鎖ヘビか最重量種。体色は黄色や褐色。背面には中央部が、 名色の黒い菱形の反紋が並び、和名や英名の由来になっている。出産直後の幼蛇の全長は30から36センチメートル。毒性は強力な出血毒であり、量も非常に多く、北米で最も危険な毒者と言われる。乾燥した森林等に生息する。夜行性で、昼間は木の根元や他の動物が掘った巣穴等で休む。 食性は動物食で哺乳類、蝶類等を食べる。繁殖形態は卵体制で1回に7から21頭の幼、蛇を産む。開発による生息地の破壊、毒蛇としての駆除等により生息数は減少している。大型種のため毒の量が多く、人間が噛まれると激しく痛み最悪の場合は死に至る。しかし血生が普及しているため、 現在は生息地において本種に噛まれて命を落とすことはまれ。ありがとうございます。